レオポルドフ・コザーロブツェ線は、スロバキア国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は141。1897年から1898年にかけて、現在の営業区間であるレオポルドフ・ルジャンキ間が開業した。その後、1938年にコザーロブツェまで全通するが、ルジャンキ・コザーロブツェ間は現在運行休止中で、 事実上ブラチスラバとニトラを結ぶ路線として機能している。ブラチスラバレオポルドフズベヒプリエビズア間に4時間に1本、1日4往復運行される。レオポルドフ異性間は120号線に、ズベヒ等は140号線に直通し、うち1往復はレオポルドフ異性で快速として運行される。なお、ズベヒでニトラ方面普通に接続する。 2015年以前は特急リーフ陸として運行されていた。レオポルドフルジャンキニトラ間に2時間に1本運行される。ルジャンキ等は1 4 5号線に直通するが、ニトラ方面域は1 4 5号線の列車に並結されて直通する。大部分がレオポルドフで1 2 5号線、ブラチスラバ方面特急に接続する。また、ツベヒルジャンキ、ニトラ、 のべえざあむき間には、区間運転も多く、全線運行と合わせて1時間に1本運行される。2017年以前は、日中を中心に、ニトラ方面の大部分が140号線ののべえ、ざあむきまで直通していた。以下では、スロバキア国鉄141号線の駅と、営業機路、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。 h t t p コロンススララッッシシュュ w w w z e l e z n i c n e i n f o スラッシュビュー p h p なちぼクランクイコールトロットマイナス -141 レオポールデフルジアンキーズラータモー,ルーローツェコザラフスドシスラクランクイコール20億709万42 http:/www.zsrsk スロベンスキ シスタブにポリアドック -2014 から 2015HTML ページ ID=3404 イコールありがとうございます。